すでにあるっていうことに目を向けることですごく幸せになるんだよということを文字の真ん中の人は僕に教えてくれました。はい、皆さんこんばんは、翔源です。今日はですね、日本では教えてくれない幸せな人の3つの条件ということでお話したいと思います。で、僕が住んでいたアフリカのタンザニアのブンジュっていう村では、70歳の村長が幸せの3か条っていうのを掲げてました。何かというと、1つ目は1日に3食のご飯が食べれる。2食でもいいんですけど、ご飯が食べれるっていうことに幸せを感じれてるかどうか、これが1つ目やと。皆さんのご飯が食べれるってことが毎日嬉しいなっていう方どのぐらいいますか。2つ目は、ただいまと言ったらお帰りと言ってくれる人がいる。これは家族じゃなくていいんだよって、血がつながってなくていいって言うんですよね。近所のおっちゃんでもおばちゃんでもいいと、それが大切だよっていうのが2つ目ですね。で、3つ目が、抱きしめられたら温かいと感じれる心がある。この3つがあったらとっても幸せに生きれるんだよっていうことを教えてもらいました。結構日本では、今の日本人の人たちはないという状況ばかりを見てしまう人がすごく多いんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、自分はこれが足りてない、あれもない、満たされていない、あることの方がすごく多いんじゃないかなっていうことを僕は思っていますし、向こうの人からもあるっていうことを見ることが大切なんだよってことを言われました。例えば、毎日呼吸をしている、外に出ると爽やかな素敵な風を浴びれるとか、木の光をさんさんと浴びることができるとか、今自分は絵が描けているとか、ご飯が食べているとか、抱きしめられたら温かいと感じる心があるとか、普段から近所でお帰りって言ってくれる人がいるとか、すでにあるっていうことに目を向けることですごく幸せになるんだよということを文字の真ん中の人は僕に教えてくれました。すでにあるっていうことにフォーカスすると、だんだん心がね、満たされてくるんですよね。僕はですね、実際にあまり物欲とかはないんですけど、文字村に行って住んだ時に、証言はないものばかり見てるねって初め言われてました。あと人と比べるねって、あの人と比べて自分はいい絵が描けてるのかどうかとか、自分らしい絵が描けてるのかどうかとか、でもすでにねって、あなたは持ってるものの方が多いでしょって、描ける環境がここにあるとか、毎日文字村の人とご飯をちゃんと食べれてるとか、美味しい水を毎日飲めているとか、あるっていうことにフォーカスすると、だんだん心が満たされてくるから、普段あなたが描く絵からも幸せなオーラとか愛の力っていうのがぐわーっと出てくるんだよということを村人から言われました。皆さんはどうですか？あるっていうことに目を向けてられる方ってどのぐらいいますか？実はね、文字村の幸せの3か条っていうのは、あるっていうことにフォーカスした、そんな3か条だったんですね。食事がね、当たり前のように3食ご飯が食べれてるっていうことがどれだけ素晴らしいことなのか、世界のね、いろんなところでは飢餓で苦しんでる人もいるし、食べるっていうことができない、また水が飲めないっていうところもあると思うんですね。普段ね、当たり前にやっていたことがどれだけ嬉しくて素晴らしくて幸せなことなのかっていうことに気づけた時に、どんどん心は喜びで満たされてくるんじゃないかなっていうふうに思っています。あと村でも感じました。村にね、帰ってきて文字村にただいまってみんなに言うと、お帰りっていうふうにね、みんながみんな言ってくれます。日本でもね、まだ田舎ではそういうところって多いんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、家族じゃなくていい、血がつながってなくていい、ただいまって帰ってきたらお帰りって言ってくれる人がいるっていうことがどれだけ幸せなことなのかって、そういう人ができたらいいね、でも将棋はもうここに言うでしょ、文字村の人がみんなそう言ってくれるでしょっていうことを言ってくれました。3つ目だった、抱きしめられると温かいと感じれる心がある。で、これはね、ハグしたり握手したりすると人ってあったかいなとか、安心感があるなとかって感じたことある方もいるかもしれないんですけれども、そういうところに目を向けて、お金があるから感じれるとかではなくて、普段からの人との関係を大切に、そしてそこに幸せを見ながら生きていく中で、みんながみんな感じれる幸せっていうのがたくさんあると思うんですよね。そこをね、もう一度皆さんも見ていただけたらなっていうふうに思います。
思います。結構日本では幸せになりたい、満たされたい、これがしたい、こういう状況になりたい、足りない状況であると考えている人がすごく多いなと思います。自分は満たされていない状況である、足りない状況にいていると。でも実は私たちは生まれた時からある程度満たされてるんですよね。なのでそこに自分が生きれてるっていうことがどれだけ素晴らしいことなのかっていうところに目を向けてもらえたらなと思います。身近なことで幸せを感じることができたら、やっぱり自分がね満たされてくるから、キラキラ輝いてくるんですね。でそんな人に幸せっていうのは舞い込んでくるし、たくさんの人も寄ってきてくれるんじゃないかなっていうふうに思っています。文殊村の人が言うのは、当時の日本人は自己肯定感が高かったんだよっていうことを言ってくれます。でそれは息を吐く時の自分、そして息を吸う時の自分にものすごい喜びを感じていたんだよ。そしてね、当時の日本人は朝起きて外に出る時の一歩目、踏み出す時の左足のつま先が地面を踏む感触までも愛していたんだよ。それが日本人だったんだよ。つまり何かというとね、当時の日本列島に住む人たちは普段自分が日常にやっていた所作をとことん味わっていたんだよということを言われました。例えばどういう時っていうふうに僕は言うと、例えばね、毎朝顔を洗うでしょって、顔を洗う時に手を丸くして水をすくうでしょって、この手の形っていうのはなんて美しくて可愛らしくて愛おしいんだろうということを毎日に自分に語りかけていたんだよ。だからね、当時の日本人は何か大きなプレゼントをもらえたから嬉しいとかじゃなくて、毎日普段がやっている自分の所作動作をとことんまで愛していたから、心が常に満たされていたんだよって話をされました。もともと私たち日本人は心を満たすプロだったし、自己肯定感を高めたり自分のことを愛せるプロだったんですね。なので皆さんもね、ないっていうところに目を向けるのではなくて、すでにあるっていうところにどんどんみんなで目を向けていきましょう。文殊村での幸せの三ヶ条は、1日3食のご飯、2食でもいいんですけど、ご飯が食べれてる、また水を飲めてるとかっていうところに幸せを感じれてるかどうか。2つ目は、ただいまと言ったらお帰りと言ってくれる人がいる。これは家族じゃなくていいんだよ。近くのおっちゃんでもおばちゃんでもいい。血がつながってなくていい。3つ目は、抱きしめられたら温かいと感じれる心がある。この3つに幸せを感じれてますか？幸せを感じれてたらすごく心が満たされるし幸せになるし、これは3つだけじゃなくても、ある、呼吸ができる、日の光をさんさんと、ま、浴びることができる、爽やかな風を外で感じることができる、夜になって夜空を見上げると星が綺麗だなって感じれる心がある、そのあるっていうところにみんなで目を向けていけたらなっていうふうに思っています。今日は日本で教えてくれない幸せな人の3つの条件、幸せ心理学っていうことでお話をさせていただきました。今日も皆さんありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。そしていろんな人にこの証言チャンネルを紹介してもらえたらなと思います。皆さんありがとうございました。